実況者魔のゲーム実況。雑に強いぞ儀式合図。皆さんこんにちは、実況者魔です。わたあめだよ。今回は最近作った新デッキ、儀式軸のブルーアイズデッキを使用していくよ。映画遊戯王が初出のカードだね。その中でもブルーアイズカオスマックスが強いんだよね。そんな雑に強いカオスマックスを見せていけたらいいな。大変よろしくお願いします。さあ相手のデッキは何だろうね。てか主、この画面は何なの。最近こっそり頑張ってる生配信の画面だね。声が出せる環境じゃないから楽しめないかもだけど、コメントしに遊びに来てもらえると嬉しいな。てかお相手さんのデッキって、おそらくだけど三元魔ね。三元魔、次元融合殺、虚無幻影羅生門、頭が。コラボでトラウマを植え付けられたのね。それでも大丈夫さ、このカオスマックスがあればね。カオスマックス一体どんな能力なの。ブルーアイズカオスマックスドラゴン、第一の効果はこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、このカードは相手の効果では破壊されず、相手はこのカードを効果の対象にできない。そして第二の効果は貫通効果だけど、その与える数値は倍になるよ。確かに雑に強いけど、それだけでは強いとは言えないんじゃない。確かにそうだけど、このデッキは高校ワンショットに優れていると思うんだ。今からそれを見せていこうと思うよ。僕のターン。まずは手札からカップオブエースを発動。コイントスをし表だった場合、自分が2枚ドロー、裏だったら相手が2枚ドロー。お相手さんは強欲な亀を発動。これにより1枚ドローね。よし、表だから2枚ドロー。もう1枚来たからもう1回発動。すごいわ、主に連続で表ね。さあここから動いていくよ。手札からキャンドールの効果発動。手札の儀式魔法を見せて、自身とデッキからデビリチュアルモンスターを特殊召喚するよ。ここで出すのはタリスマンドラ。デッキから儀式モンスターをサーチするためね。さあ今回のキーカードカオスマックスをサーチしよう。それともう一種類欲しいカードがあるから、ドラゴン目覚めの旋律を発動。ここでサーチするのはブルーアイズカオスドラゴン。マックスじゃない方だね。このカードはブルーアイズを素材にし、儀式召喚した時恐るべき効果を発動するよ。へえ、そうなのね。それは楽しみだわ。さあ準備は揃った。儀式召喚攻撃でよ。ブルーアイズカオスマックスドラゴン。すごく神々しいわ。さらに手札から復活の福音を発動。墓地より蘇れブルーアイズドラゴン。それで先ほどサーチしたカオスドラゴン出すために、マンジュゴッドを召喚。効果によりデッキからカオスフォームをサーチ。行くよ儀式召喚。ブルーアイズカオスドラゴン。さあバトルだ。カオスドラゴンの効果発動。相手の表示形式を変更し、攻守を例にする。そしてこのカオスドラゴンにも貫通効果がある。これで最後だ。ブルーアイズカオスマックスドラゴンの攻撃。貫通かける2倍のダメージ。大変ありがとうございました。いかがでしょうか、私の新デッキ儀式合図。他にも新しいデッキを作っているみたいだから、チャンネル登録高評価してあげてね。不定期ではありますが、生配信も最近始めたので、よかったら見に来てください。それでは。